出雲バス。出雲と夏バスくん。40あるなしってとこでしょうか。これギズモがバッチリ丸飲み。はい、さてさてここまでですね、今3匹ぐらいこれねギズモで釣れたんですけども、この前買ったこれ風神スパイダーのスーパースパイダー、新しいやつね。これがどんなもんかで、下にフェザーフックつけてみました。今日ね結構朝からいろいろやってるんですけど、なかなか釣れなくて、で今虫パターンに変えたらようやく魚釣れたんですけども、ということで、まあ、ちょっとなんか食いが渋いんで、このトリプルフックをつけることによってショートバイトとかがより乗るようになるのかなっていうのを試してみたいと思います。ね、風神スパイダーとギズモ、ちょっとですねこっちのトリプルフックをつけた風神スーパースパイダー、これでやってみたいと思います。はいはい、風神スパイダーでも結構どうでしょうか、いいサイズが釣れちゃいました。丸飲み、あ結構引いたよ。で針はねトリプルフックの針がベロのとこにかかってますね。よいしょ、ほい、こんな感じで、おー、サイズは今日一番サイズだった。こんな感じのナイスなバスが釣れましたよ。ほい、風神スパイダー、あ違う、風神スーパースパイダーのトリプルフックもつけた鬼がけチューンにバスくん、イエーイ。